はい、湖戻ってきました。で、やっぱ相変わらずまだすごい賑わってますね。で、なんか所々でなんか、なんだろう、路上ライブみたいななんかやるらしいんですよ。だからそういう人たちもだんだん出てきました。湖ですね。ほら、向こうの方とか結構賑わってます。すごいね。なんかもうちょっと歩行者天国なんじゃねえかぐらい、まあ車が減ったんで道を結構人が歩いてますね。てかもう向こうは歩行者天国になってました。うん、なんか完全に車はもう通行止めにして人しかいなかったですね。ビール買いました。ちょっとこれで湖でゆっくりします。すごいね。うん、結構なんか昼には見ない人たちが結構いますね。うん、なんだろう、結構物乞いっぽい感じの人もいますし、なんか、まあ、そこが増えたような気がしますね。まああと観光客なぜか増えてる昼に比べて。うん、そんな感じの印象ですね。もう明らかに多いな、さっきより多いですよ。ああ、いや、あの辺全部人ですからね。すげえな。わあ、なんでなんでなんでこんないっぱいいんの。いや、わからん。結構観光で来てる人ですね、大体。あの辺は現地の方もいるのかな。現地の方、若い方が結構来てますね。じゃあ乾杯。あー、うめえ。初ビール、ベトナム初ビールです。あー、うーん、なんかいいですね。また夜は夜で、あすごい人だな。まさかね、もうこの頃にはもう昨日とかってか、もうずっと部屋にいたんで、まさかこんなことやってると思ってなかったです。すごいですもう車通らないんですね、多分ね。歩行者天国ですね。すげえ、人がめっちゃいるし、っていうかなんか空になんかいっぱい飛んでるんですけど何これ、なんかタコみたいな鳥が飛んでるんですよ。いや、もうお祭りだな、本当に。すごいな。ほら、飛んでますよ。うまいな。すげーこれはすごいわ、お祭りだ。へえ、なるほどね。なんか夜にみんなここで集まる理由が分かった気がするわ。何やるってわけじゃないけど、みんなでこうやって集まって楽しむんだね。毎日がお祭り、毎日がお祭りだ。花火が上がるわけじゃないけどね。こういう場所があるっていいね。ということで、あ、メガネかけてます
夜は見えないんで。うわすごい、ちょっと待って、こんなんできてる、なんかマーケットになるんだ夜。え、全然知らなかった、何これすごい。へえ、面白いわ。いや今終わろうと思ったけどちょっと歩こうかな。はい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 、まあまあ店で見てますね結構割とね。多分昼間のうちはお店でこういろいろと売ってるものが夜になってこう外に来てるって感じですね。にしてもこれ並べるの大変だな、毎晩並べてるんでしょ、すごいな。これ毎晩並べてね、で毎回戻してでしょ、すごいな、これ大変だ。え、これかわいい看板か、いいね。ないないすごい、さまざまですね、 T シャツとバッグが、おしゃれだな、このバッグ。ハノイ、大体。あら、T シャツ、あ、パタゴニアだ。今、自分パタゴニア、あれ、全く同じやつだな。色がちょっと違うようにってやつですけど、なんか同じような感じなんだけど、パタゴニア。へぇー。おろろろろろろ。あらららららら、日本のアニメが、ジャパンアニメ。あら、ベジータがいる、ベジータ。すごいな、こんなリアル。ジャパンアニメ。あら、馴染み深いな、これ。すげえすげえ。結構やっぱこうやって見るとなんかいっぱいあるな。もう土産買っちゃったんですけどね、なんか良さげなの多い。あ、これもいいじゃないですか。まあ当たっすね、お土産はね。まあまあこれがラオスタイも行くんでね、こっちの方でまた買おうかな。いや本当にいろんな国の人たちがね、面白いっすよ本当に。いやずっともうずっと続いてますよこれ、半端ねえな。そうですよ、ずっと奥まで。さまざまだね、電化製品まであるしね、民族のものもあれば、お土産系もあるし、いや、本当に人が多いな。これナイトマーケットってやつだな、きっと。うん、これ楽しいね。てか、結構歩いてきちゃったけど、あれ？これどこだろう。待って、自分場所、逃げ過ぎちゃったかも、もしかしたら。そんな気がする。あ、もうちょい先行ったんだ。はいはいはい、青く行った。今の場合で。てか、逆側だから、反対側から行かないって言える。そう、こっちじゃないんだよ、右側行かなきゃ。まさかこんなにぎわってるとはね、夜にね。これは楽しいね、本当にね、楽しいわ。本当多いな、本当に多いな、ジャパンアニメ。売れんのかな、ね、日本で買えばいいんだけどね。わあ、向こう絵がすごい絵だな。あ、ここは来たことないね。もう昼間と全然違うから様子が。うわすごい。あ、そうそう、これがね結構地元の人吸ってるんですよ。こっちのタバコなのかな、135。
だからでも2000円ぐらいだ。2000円で買えるらしい、こっちのこのタバコ。いや、かっこいいなこれ。なんだろう、どうやって吸うの。多分あ、ここのとここに多分ここなんだろう、木を入れ、木っていうか葉っぱを入れて燃やして吸うんだ。すごい、レゴだよレゴ。いや、すげえなマジで。どこまで続いてんのこれ。半端ないんだけど、これ今までずっと来なかったの自分は。もったね。いや、すげえじゃん、何ここ面白。何ここ、散歩してるだけで楽しいじゃん。これはすごいな。いやいやいや、家向こうなんですけどね。さあ、だいぶいろいろ見ました。ちょっとそろそろ帰ろっかなと思います。いや、今日楽しかったな、なんかいろいろ見れて、夜までこんな楽しめるんだなってね、本当知らなかったんで、すごく楽しかったです。っていうか、ここで合ってるかな。合ってる。ああ、いやいや、いい一日でしたね。楽しかった、すごく。はい、ということで、今回はこんな感じで、また、はい、明日も楽しい一日にします。それでは、また明日。大会なんかやってんの？やばいな。見ます、この感じ。マジ気をつけよう、ほんとこれ。紫色ですよ。すげえ、何これ。